イオンダウンイセララパークで披露されたエリゲンハヤ餅つき、エリハラバヤ餅つきは、三重県島市磯部町エリハラに伝わる、高速で餅をつく、伝統芸能。1994年の世界祝祭博覧会を、契機に結成された、エリゲンハヤ餅つき保存会が、保存、継承を行う。一つの絹を二人で取り、林歌に乗せて、餅をつく日本全国で見ても、 珍しい餅つき方法である。餅つき300回分に相当する餅米約1トンを2日でついたという記録を持ち、2013年には1秒間に2.5回つくという新記録を樹立するなど、さらなる高速化が進んでいる。エリ原集落磯部町エリ原は三方を山に囲まれた地形をしており、南東部の平地に集落が形成されている。江戸時代のエリ原村は、 トバ藩磯部ソベ組の中で立上村に次いで、国高の大きな村であり、伊勢神宮高大神宮の鎮座する、伊勢国寺へ至る磯ソベ街道に沿って4つの茶屋が立ち並んでいた。大ね旧島郡磯ソベ村に相当する、磯ソベ9号では、最大の村であり、内空別宮の伊蔵宮で行われる、伊蔵宮おたうえ祭りを4年に一度担当していた。伊蔵宮おたうえ祭りでは、 竹取神事と呼ばれる、男たちが田で泥だらけになりながら、意味だけを奪い合う神事が行われ、その竹を持ち帰り漁業繁盛の守り神とする、風習がある。エリゲンハヤモチツキは、伊蔵宮おたうえ祭りとの関係で生まれたとされている。天保年間に生まれたとされるエリゲンハヤモチツキの起源は、諸説ある。伊蔵宮おたうえ祭りの際に、 縁起の良い笹で餅をくるんで提供したところ、好評だったため、数をこなすために高速で餅をつき始めた。伊蔵宮おたうえ祭りの際に竹の形をした餅を提供したところ、好評だったため、数をこなすために高速で餅をつき始めた。農業業の繁忙期に短時間で多くの餅をつく方法として考案された。一本の稲を右利きと左利きのつき手が交互に取りながら、 餅をつく。つき始めはゆっくりとした速度でつき、次第に速度を上げてゆく。餅つきの速度を維持するため、頻繁につき手を交代し、交代する人はついている人の足を蹴って、交代の合図を送る。餅を返す人は、餅をつく音で返すタイミングを測っており、目隠しをしても餅を返すことができる。餅をついている間、保存会の女性会員は林歌を歌う。 突き上がった餅は丸められ、女性会員が、きなこや島市の特産品である青さのりなどをまぶし、提供される。子供の餅つきへの参加地域では、正月や結婚式で披露される。保存会では、出張依頼を受けて1年間に30箇所70回餅つきを披露している。21世紀に入ってからはテレビで紹介される。機会が増え、島市周辺だけではなく、 日本国外で餅つきを披露した経験もある。イベント等で披露される際は、子供らなど、見物客の餅つきへの飛び入り参加を取り入れ、突き上がった餅はその場で、見物客へ振る舞われる。1997年10月11日に、行われた伊勢をお祭りでは、エリ原派や餅つき保存会が特別参加し、当時の磯部町長や伊勢市長も飛び入りで餅をついた。 2012年1月には、オームガン、島観光ホテル、おかげ横丁で披露され、近畿日本鉄道と島市の共催によるイベント、島ってこうね列車新春、海運三重の酒聞き酒列車でも披露された。ありがとうございます。